フレームチャンネルへようこそ。はい、ということで今回はこの方に来ていただいてます。自己紹介どうぞ。はい、どうも、 YouTube に動画投稿しています、トランクと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりです。久しぶりです。トランクさん、今日は、なんでお呼びしたかというと、こちら、キャノンデールから出ました、最新モデル、トップストーンネオカーボンレフティ3を、実際乗ってもらって、インプレッションしてもらおうと思います。すごいね、いいバイクです。そうですよ、時代はバッテリーがここに入ってる、ね、そう、すごいよ。これを体験してもらうんで、じゃあちょっと走ってこようと思います。はい、ということでトランクさん、今実際グラベルロード走ってきたんですけど、どうでしたか？すごいね。もうオフロードに E バイクってめちゃくちゃ合うんだなって思った。いや、ほんとだね。モードも4つあったと思います、エコモード、ツアー、スポーツ、ターボ、実際全部体験して、どんな感じでしたか？そうですね、もうほとんどはエコモードで十分だ。いや、ほんとだね。このぐらいモーターが結構しっかりしてる、エコモードで本当はガタガタ道のトレイルとかが全然木の根っことかは勝手に越えてくれる。自分で越えるんじゃなくて自転車が勝手にひょいっと越えてくれるみたいな、いうアシストをしてくれて、で坂道とかになってくるともうちょっと上のターボとかね、あとはスポーツぐらい、スポーツとかね、入れてあげて、ちょっと坂道に楽に越えて、でターボになってくると、かなり強いから、そうですね、本当の激坂とか以外は使わない方がちょっとね、自転車が先に行っちゃうぐらい強いから、そうですね、結構平地に近い道だったら、カーボンじゃない方がいいね、逆にすごいするね、それだけいいモーターを使ってるって、そうですね、だからトランクさんの本当言ってるまんまで、先に車体がね、クイーンっていっちゃう、みたいな、すごいびっくりした。いや、すごいパワーだな。だから本当にやっぱ激坂とか、本当に悪路の時にしか、使った方がいいのかな、と思いましたね。あとどうですか？やっぱレフティっていう、やっぱキャノンデール独自の企画、まあ、おしゃれさもありながら、まあ、Eバイクにも持ってきたんだっていう。そう。持ってきちゃったね。いや、びっくりですよね。大丈夫なのかなって思って、クロードを。いや、本当に本当に。まあ、でも走ってる感じは全然その不安感はないんですけど、全然ない。驚きですよね。あと特徴としてはやっぱこの前のサスペンション、サスペンションになってる、そうなんですよ、そうですね、そう、ここがサスペンションになってるんですけど、やっぱまあ満点ほどはないですけど、まあやっぱりこう砂利道だったりちょっとした道のやっぱ吸収はすごいしてくれるのかな、あとトップストーンカーボンといえばここですよ、ここのギミック、これも実際さっき、まあ実際体重かけてもらいましたけど、どうでした？で適度に締める感じで、ね、そう、まあ、ここも衝撃吸収にしてくれるのかな、やっぱ乗り心地も良くなりますよね、すごい。あと今見た感じ、このホイールですか、流行りの650Bですよね。これタイヤがちっちゃいことによって、こう規格ちっちゃくなることによってなんかメリットってあるんですか？タイヤがちっちゃく、ホイールがちっちゃくなることによって、タイヤの傘が増せる、それだけ、まあ、快適性を上げれる、クッション性を上げて、まあ、アクロでも快適に走れるようになるんですね。だからもうちょっとタイヤ幅とかも選べるようになってくると。ああ、面白い。いや、これはでもぜひ乗らないとわからないっていうのか、Eバイクってさ、別だね。別だね。カテゴリーが。Eバイクのレースがあるくらい。これもう使い方次第ですよ。ねえ。ここでターボかとかさ。ここで押さえときながら、後でパワー出すとか。ね。Eバイクはもう、リミットが決まってるから、バッテリーっていう、この残量が決まってるから。そうなんですね。あと一個だけ気になった、その、キャノンデール独自のっていうのを言うんですか？この、ディスクブレーキのところの、そう、これちょっと実際みんなに見てもらいましょう。はい、ということで、キャノンデール独自の企画になるんですけど、ここの解除してもらって。これを解除。そうです、そうです。こう。はい。で、もうここをスポンとセットします。これを取る、はい、おこういう感じなんですよ。すごい。これを取って
から前前輪を外すような感じになってます。面白い。尖ってます。うん、すごい面白い。見たことない。見たことない。本当独自だね。ザ・キャノンデールって感じ、ね、これは入れるときは、あ、ここやってこうか、こうしてそうです、こう。あ、面白くない？面白い。はい、ということで、やっぱキャノンデールらしさっていうのもなくなってないので、その辺面白かったです。面白い、すごい上手い。あとなんか気になる点があります。あとは、あれね、コンポーネント。GRX 今日初めてだ。どうでした？面白いね。さすがグラベル専用コンポーネント。作りが結構そうなんです。やっぱグラベル専用のコンポーネントなので、やっぱこう、手のちっちゃい方でも使いやすかったり、やっぱうまく作られてる。そうなんですよ。気が軽い。そうなんです。軽いんです。ちょっとこれは可能性を感じる自転車だな。未来の。あと最後にあれだ、ユニットです。ユニット、これユニットボッシュのところ使われてます。おー、ちょっと意外なイメージ。キャノンデールも使ってる。そうなんですよ。へえ、そうなんです。僕も以前違うその e バイク乗った時にボッシュだったんですけど、そのアシストがやっぱこう今までの電動アシスト系だと全部ちょっと走ったらグーンみたいな感じだったんですけど、まあ、本当場所に応じて自然なパワーの伝わり方がするようにセッティングされてそう。すごいですね。はい、ということで今回はキャノンデールの最新 e バイクトップストーンネオカーボン FT3 の紹介でした。ちょっと覚えるの大変ね。ぜひね、この動画、見て、e バイク気になったよ、乗ってみたよって思った方は、グッドボタン。ぜひね、元トランクさん出てよ、インプレッションしてよって思った方も、グッドボタン。高評価の方、よろしくお願いします。はい、ということでまた次回の動画、お楽しみに。またね。